はいどうも、GoGoTV の Go です。今回は、えっ、ー、と、まあ、大型ショッピングモールにちょっとある目的があって、まあ、行ってきたんですけど、そちらの方でなんか、思い出横丁っていう、なんか、駄菓子屋みたいな感じの、まあ、昔の懐かしい駄菓子とか、まあ、そういったものを売ってる、まあ、あの、ちょっとした、まあ、店舗っていうんですかね。まあ、多分、あの、常にあるわけじゃなくて、あの、ま、たまたまこの、今の、 この年末年始の時期に合わせて、まあ、おそらくあの出店してるだけだと思うんですけど、まあそちらでちょっとこの珍しいものがあったんで買って参りましたんで、まあこちらの紹介と、まあ買ってきたあの駄菓子の紹介をしていきたいと思います。まああの駄菓子の紹介ですけど、あの、紹介するだけで、あの、食レポとかそういうあの食べるっていったことはしないんで、まあそこはちょっとご了承ください。では紹介していきたいと思います。 はい。僕が一番初めに、えー、思い出横丁について目についたのが、えー、こちらの二つですね。仮面ライダーエグゼイドと仮面ライダーゴーストの。えー、とこちらの商品名が、えー、とアームダッコっていう名前の商品名でして、えーとまあ、一応裏に、まあ、こんな感じで一応仮面ライダーエグゼイドって書いて、対象年齢3歳以上で、えー、と株式会社プレックスっていう会社が作ってますね。まあ、プレックスの商品は僕は、えー、と今のところ多分レビューしたことはないと思います。あのおそらくあの、光 光るというか、まあ、な音が鳴るあの仮面ライダーのフィギュアっていうかなとか、あとあの、ちっちゃいあのミニゲーマードライバーとか、あとミニガシャコンマグナムかな最近ガシャコンマグナムが発売したのか発売するのかわからないですけど、まあ、あのプレックス製のおもちゃは、まあ、そういったものがあったと思います。で、まあ、こちらのゴーストも一緒ですね。仮面ライダーゴーストで。 最象年齢は3歳のプレックスが作っております。で、まあ、こちら一応使い方としては、まあ、このちっちゃいお子さん用なんで、あのまあ、大人の僕でも一応ハマらんことはないですけど、まあ、こんな感じで、ここの、ちょっと手から入れるの厳しいですけど、手首のところこうつけて、まあ、こんな感じで、でまあ、せっかくなんでちょっと両手つけたいと思うんですけど、まあ、こんな感じでつけて、なんか遊ぶ感じになるやつですね。命、燃やすぜノーコンティニューでクリアしてやるぜ っていう,まあ、そういうまあできるものでですね、まあ、でも割と、まあ、このゲーマドライバーとかのまあ色付けとかの感じとか、まあ、ここら辺の胸のアーマー部分とか割となんか色付けとかのその再現は割と細かくされてるんじゃないかなと思います。まあ後ろはまあちょっとこれこんな感じなんでまあ仕方ないんですけど、まあ、割と正面部分はしっかりと、うん、こう表現されてるんじゃないかなとは思いますね。 まあこんな感じです。まあ、ちょっとなんかこちらの商品見たことなかったんで、まあ、ちょっとあのせっかくなんで、まあ、駄菓子買うついでもあったんで、まあ、ちょっとこちらのカツを買ってまいりました。では次は、駄菓子の紹介をしていきたいと思います。はい、では、えー、机の上に駄菓子を全部並べたんで、まぁ、あ、一つ,つ紹介していきたいと思います。では、えー、こちらの和駄菓子からいきましょう。ではちょっとあの三脚立てますんで <laughs>、いきたいと思います。はい、では、えー、こちらの和駄菓子からいきましょう。 まあ、こちらはあの、普通の綿菓子ですね。本当はあの、至って普通のものです。特にまあ、美味しいわけでもなく、まずいわけでもなく、至って普通の、えー、甘い綿菓子の、えー、お菓子ですね。<laughs> で、えー、次、こちら行きましょうか。このとんがり菓子ってやつですね。これはまあ、こちらの、このソフトクリーム状みたいな感じになってますけど、このところが、なんか砂糖菓子になってて、結構甘いお菓子ですね。で、次、じゃあこれ行きましょうか。 まあこれも甘いお菓子ですね。カステーラ、ね、まあこれ、結構なんか砂糖の塊みたいな感じなんですけど、割と味は美味しくて、なんか癖になるものですね。ちょっと久々に見たんで、こちら買ってまいりました。じゃあ次こちら行きましょう。どんどん焼きですね。これも今コンビニとかでも買えるようなものなんですけど、まあ結構昔からあるようなもの。僕が小さい頃からほんとあったんで、まあ多分だいぶ昔からあるものじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、続きましては、じゃあこれ行きましょう。まああれ二つ行きましょう。 こちらは、まあ、みかんの飴と、いちごの飴ですね。ちょっとあの、味の方は舐めてみないとわかりませんけど、ちょっとこれは <laughs>、動画外でいただきたいと思います。で、次は、えー、こちらの2ついきましょうか。玄骨棒と、あと、えっと、棒付き水飴かな。こちらは、玄骨棒のは、あの、水飴に、えっと、きな粉をまぶしたものになっておりますし、こちらは棒がついた水飴になっておりますね。まあ、味はおそらく、あの、甘い味がすると思います <laughs>。 で、こちらですね。まあ、こちらも割と駄菓子の定番ですね。まあ、最近あんまコンビニとかでは見かけなくなりまして、まあ、駄菓子屋とか行かないと買えないものですけど、まあ、あのポン菓子みたいな感じの味がして、まあ、結構甘くて美味しいお菓子になっております。はい。で、次はこれですね。パチパチパニックコーラ味。まあ、あのこれはあの口に入れたらあのキャンディーなんですけど、口に入れたりあの噛んだりして、ちょっとなんかこのキャンディーに刺激を与えるとパチンってなって、 あのベロが痛くなるやつですね。でもそれがまたいいみたいな、そういうお菓子です。はい。で、次はこちらですね。宮古昆布、梅酢味。まだ、あ、で、宮古昆布って言ったら酢昆布味っていうのが、まあ、メジャーなとこなんですけど、まあそれの梅酢味となっております。はい。で、次はこちらですね。ロールキャンディー。 美味しさノンストップって、まあこのファンキーななんかあのーラ感みたいなのが載ってますけど、なんかこれ見たことないんで、ちょっと、どんなもんなんかなと思って買ってまいりました <laughs>。ちょっと珍しいっぽそうだったんで。はい。で、最後はこちらですね。じゃが塩バター4枚入り。なんかあの、チーズ、チーズじゃないわ。あの、ポテトスナックっていうなんかあの、あると思うんですけど、あれの、まああれと同じような感じの、えと、これぐらいの。 まくでいうとこれぐらいの大きさですね。これぐらいの大きさの、えー、ポテトチップスみたいなのが4枚入ってるやつですね。これも結構美味しいです。はい。えー、駄菓子紹介は以上です。はい。というわけで、えー、今回は、えー、思い出横丁という、まあ、駄菓子屋に行って、こちらの仮面ライダーゴーストと、こちらの仮面ライダーエグゼードのアーム抱っこという、まあ、ちょっと見たことがないくて、まあ、珍しいものだったね。買ってきましたし、まあ、あと他に。 えー、買ってきた駄菓子の紹介をしてまいりました。まあ、ちょっとあのこちらの商品の,あのアーム抱っこっていう、まあ、ちょっと名前に関しては正式名称なのかはちょっとわからないんですけど、まあ、一応あのお店の,あのポップ的なものにはあのまあ手書きでアーム抱っこって書いてあったんで、まあ、とりあえずアーム抱っこでいいんじゃないかなと個人的には思っております。で、まあ、あと、まあ、駄菓子屋のまあ話をしますと、まあ、あのお孫さん連れたおじいさんおばあさんとか、まあ、お子さん連れたお父さんお母さんといったような感じで、まあ、やっぱりあの客層は 老若男女まあ、駄菓子なんで、まあ、こんな感じのものもあったな、みたいな感じで、まあ、懐かしさに浸ったりとか、まあ、こういう感じで、まあ、ちっちゃいお子さんも楽しめるような感じの、まあ、こういったものも売っておりました。まあ、こちらのアーム抱っこに関しては、他にはアンパンマンとか、あと、バイキンマンとか、ドキンちゃんとかのやつもありましたね。まあ、その5種類かな、こちらの2つ含めて。 もものもありましたね。でお値段の方も380円だったかな。なんで、ちっちゃいお子さんもこのような感じで楽しむこともできますし、まあ、おじいさんとかおばあさんとか、まあ、本当僕ら世代のお父さん、お母さんも楽しめるような感じの通りになっておりますので、まあ、やっぱりこういった感じの古き良きものを後世に伝えていくっていうことに関しては、やっぱりこういった駄菓子屋っていうのはやっぱ今の時代。 非常にに必要なななもんじゃないかなと個人的には思っておりますしまあ僕自身も古き良きものが好きですしまたあのそういった感じでこういう古き良きものなんかの動画もまあ撮ることができてアップすることができればアップしていきたいなと思っているんでよろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。